チョコか？バレンタインのだよな。ありがとうな。それじゃまたな。もしもし、なあ、今日のことだけど。ごめん、チョコもらった後、俺すぐ行っちまっただろ。もちろん嬉しかったぜ。けど、チョコもらった瞬間、なんかいろいろ吹っ飛んじまったっつうか。だから、改めてお礼の電話したかったんだ。俺にバレンタインのチョコくれて、本当にありがとう。まだ開けられてないけど、すっげえ味わって食べるからな。感想は明日言うぜ。それじゃあ学校でまた。今何してた？ってそれはさっきメッセージで聞いたな。実はホワイトデーのプレゼントを渡したくてさ。俺バレンタインにうまいチョコをもらっただろ。あれ準備とか作るのとかきっとすげえ大変だったんじゃないかなって思ってさ。だから感謝の気持ちがちょっとでも伝わるようなもんを用意したつもりだぜ。受け取ってほしいんだけど、いいか？おお、よかった！あ、そういや今どこにいるんだよ。わかった。じゃ、届ける。よし、リズムに乗ってすぐそっちに行くぜ！待っててくれよな！